はい、どうも後藤真希です。今回もこの方にゲストに来ていただいています。ちゃちゃちゃです。よろしくお願いします。前回まではモンスターハンターライズで一緒に遊ばしてもらっていたんですけど、はい、今回実はゲームじゃないです。そうなんですか。まあ、ゲームと言ったらゲームだけどコントローラーは使わないです、はい、じゃあこれはそうですね、もうあちらにキュッて置いた今回何をやるのかというと、やっぱモンスターハンター、まあ、プレイしてて思うのが、うん、とにかく読めない感じが多いんです。いや、それめちゃめちゃわかります鎧玉をサビ玉と呼んでるとか、縁鎧玉とかを突鎧玉とか読んでるとか、あ、でも見えますね。本当になんかもうわからないというのが多すぎるので、はい、それが普通なのかどうなのか、うん、まあ、ちゃちゃちゃさんと私とでちょっとモンハン漢字クイズみたいなものをやっていきたいと思うんですが、あー分かった。煌めくってなくない？どうでしょう。素晴らしい。ここにしてますか。おまきのギルド。モンスターハンターって独特の読み方する場合も結構あるじゃないですか。まあ、そうなんですよね。そう、ちょっと自信ないですね。まあ、でもこれもし、はい、ちゃちゃちゃさんが読めないぞとなったんだったら、これは私が悪いというわけではなく、うん、辻元さんが悪いということでいいですか？これも初級編ですね。初級編、うん、もうだからさ、それさ、私今は読めるよ。今は読めるからね。できました。後藤さん自信ありますか？うん、これはね、自信ある後藤さんからいきますか？あ、じゃあいきます。はい、自信あるんで2つ書きました。せーの、じゃん。昔は解毒薬って読んでたよ。けど解毒薬だってことが今は分かってるから。やっぱ正解でしょ。チャチャチャさんは解毒薬、ただし。ただし。これもちょっとありまして、はい、モンスターハンターワールドのフェスタの時に開発陣の方が解毒薬のことを解毒薬っておっしゃってたんですよ。そう、なので、あの、解毒薬という説もあるんです。私は開発者の方と同じ認識で初めはいたっていうねもしかしたら後藤さんが正しかったってことかもしれないっていう話にもなるよね。はい、こちら、うん、はい、何のモンスターか分かりますか？ババコンガ。言っていいんですか？違う、違います。バサルモスアシュ。バサルモスアシュライズ以外からも出るんですねもうでもさ、そのまんま読むしかないんだよね。そうですね。自信あります？半々ぐらいですかね。じゃあ多分から言ってみますか。大丈夫だと思います。ドキドキ。東岸流。ヒューやったもしかして桃岩流って読むんじゃないかとか思ってたんじゃないでしょうね続いてこちら。あー、これはね、アルバなんだよ。それは分かってるよ。不正解です。アルバトリオンのことですか？きらめくって書くの？左はどうでしょう。あ、ただ、ただもう書き終わった。あー、分かった。ちゃちゃちゃさんから、はい、あ、じゃあ失礼します。広告流。広告流。漆黒。漆黒になってる。漆黒流。あー、なるほどね。正解は広告流です。なんだもう、イエーイ。漆黒じゃないよ。黒は言ってましたね。そうですね、黒龍もいけたよ。いけた。あ、そうか、黒と龍はいけましたね、うん、そうだよ。素晴らしい、ね、バカにしてます煽ってます、私を。こちらです。これはもう、お、後藤さん自信ありですか？あります。自信あるなら後藤さんからいきますか。ゲレポ、その、麻痺が
の？ずっとこうやって読んでたんだけど。マヒキバ。マヒキバ？正解はエネポスのマキヒガ、マキヒバ、マヒキバ。言えてないし。あ、入ってますか。やば。ずっとこれで読んでた私は。もうやばすぎる。でもこうマヒガって読んでる人結構いますよね。結構いる。特に昔からやってる方。ああ、うん、そんなに外れてない感が今ちょっと嬉しい。こちらです。じゃん。え？まあヒントは、うん、全部ぶっ壊しやるぜみたいな。どんなやつでしたね、ギガンテってっていうところからこう考えてもいいかもしれないですね。ネルギガンテがどんなやつか、うん、そんな言われても分かんないんですよこれ。私も最初絶対読めなかったですよ。じゃあ分かりました。これはさすがにもう分かりますけど、ちゃちゃちゃさんからいきますね。失礼します。ことごとくを滅ぼすネルギガンテ。それだそれだ。いやまだ分かんないですよ。いやいやいや、もう私はそれだ、それを読んだことがある。前に配信で、うん、なのにもう記憶喪失だから、私そんな私が書いたのは悪を滅ぼすって。えらい。あれ滅ぼす合ってる。もう無理ねこれね。あって読むんですねこれは、うん、そう。あでもそういう設定ですよね。じゃあネルギーガンテは調和を元に戻すために乱す古竜を食べていくっていう設定なので、まあ、確かに悪は滅ぼしてるので正解です。やったー。優しい。こちら友達にいますよ、カズミツ。これは何だか分かります？なんか太刀とかの技ですか？技なのこれ。技って太刀の名前ですね。お、アンイシワラですね。あー、幸運流水和光。なるほど。後藤さん続いていきましょうか。似てるんだよ。似てるの。じゃあ行運流水和光。行運流水和光。正解は五運流水和光。なに、ちょっと間的な感じだ。ほら、てんてんてん。ということで、はい、ジャジャジャさんが6問中5問正解、うん、おー、後藤さんはおー、まだ言ってない。後藤さんは6問中2問正解。でも難しいですよね。難しい、読めないのいっぱいありますよ。読めない、読めない。なんかもう素直に読んだら間違ってるとか、あの、そうそう、光虫とかね。そう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 、普通に言ったら甲虫だけど、甲虫じゃなくて光虫とか。そうね。え、雷甲虫はいい？雷甲虫でいいんです。あ、よかった。あの、不死の虫って書いてあれなんて読むと思う？私はずっと不死虫って読んでるんですけど、2006年のハンター大全2に書いてあるのはフシムシなんですけど、フシムシかフシムシなんですけど、なぜか2016年のモンスターハンターストーリーズだとフシチュウなんですよ。そう、制作の方でまとめてください。でもどうでしたか、あのコラボ企画。小学生並みの感想ですけど楽しかったです。あ、いや、よかったです。生のチャチャチャさんを見れて、なんかちょっと得した気分というか。え、それ私のセリフなんですけど。なんかもともとコラボがしないので、うん、もう本当いい機会をいただいてありがとうございます。ありがとうございます。しかもね、ちょっと皆さん聞いてくださいよ、チャチャチャさんにねフェイスマスクをいただいたんです。今日なんて優しいんでしょう。ぜひ使わさせていただきます。というわけで、またね、ぜひコラボよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでこのチャンネルが面白いなと思ってくれた方、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。パッパラパーパッパパパパーパパ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 パ